ラドの魚さん、ブラボー、ありがとうございます。ヤスさん、姫、初めて見た、これ姫ってやつ、ありがとうございます。これはレアちゃんにぴったりのやつですねわかんないんですけど、こんばんは。で、今日さ、これ久しぶりにさ、2ウィークのカラコンを買ったんですよ。いつもいじりワンデーのカラコンしてたんですけど、公演の時とか、最近公演も多いから、なんかワンデーだとコスパ悪いかなと思って、あの公演じゃない日は、公演っていうかお仕事がない日は透明のコンタクトで目が悪いから、でお仕事の日はカラコンのワンデーをやってたんですけど、コスパ悪いなと思って、久しぶりに1年ぶりくらいに2ウィークを買ったのね。で、今日2ウィークつけたんですけど、めっちゃ乾燥するね、これ。めっちゃ乾燥するから2ウィーク持たないと思う、多分。2ウィーク用買ったけど、多分2ウィーク持たないですね、これ。目がもうカピカピです。ちょっと寝ちゃったってのもあるかもしれないけど、帰ってきて眠すぎて、なんか最近さ、寝ても眠いんだ。あ、なんかね、ひじりおかしいんですね最近。なんか起きれるんですけど、寝なくても、でも眠くはなる、当たり前かだし、ご飯とかも食事もなんか一回の量で食べれる量がめっちゃ減ったのに、すぐお腹すく。なんか前までは1回でめっちゃ大食いだったんですけど、最近は1回で本当に、お店の外食とか行った時に1食食べるのめっちゃきつくて、まあ、頑張って食べるんですけど、でだから、なんて言うんだろう、自分がお腹いっぱいになったところでもしご飯止めたら、またでもすぐお腹すくんですよ。 なんて言うんだろう、ちょっと良くないんですけど、なんか1回で食べれる量が少ないくせに消化は多分早いからすぐお腹すく。でも1回ですぐお腹すかないように1回で詰め込もうとすると詰め込めないみたい なんか最近多分絶対胃の形状が変わりました。前と違う、前こんなんじゃなかった。なかなかなかさん、お疲れ、ありがとうございます。推しの子まだ見てない、見たいけどちょっとたくさん時間がある時に見たくて、意外と最近本当に日々がバタバタで、なんか休みの日っていうのがあるけど、お仕事休みの日あるけど、お仕事休みでも他のことがまたあるので、ずっと本当にバタバタバタで、意外と結構ゆっくり過ごす時っていうのはめっちゃ減ったので、なんか前髪変じゃね、ちょっとまだ見れてないですね。あと公演も普通に多いしね。そう、目撃者は結構多いんですよね。14の目撃者見に行きましたよ、だって。お、14いつだ、目撃者最近多いからさ、14はいつだろう、昨日が17だから、いつだろう、昨日が17だから、16、17が目撃者だった。で、15は何もなくて、14も目撃者、あ、その14の時か、あの時ですね、あ、星の向こう側した時か。私、ビーバーさん、姫、ありがとうございます。小動物のように少しずつ言って、いつ、待って、小動物ってそんな可愛い感じの表現にしてもらって申し訳ない。そう、でもなんかね、変わったんですね、体が。わかんないけど、何もしてないんですけど。私は今日は撮影じゃなかったですよ。
私は明日ですかね明日ですかね、明日です。公園で見てるといいなと思う。だって最近ちょっとパフォーマンス褒めてもらえること多くてですね、先輩とかにも、ファングフェスあったじゃないですか、あれの映像を見たアキさんがすごい褒めてくださって、 LINE で映像見たよみたいな、本当にマジでいいみたいな感じで、アキさんがすごい褒めてくれてめっちゃ嬉しくて、で昨日の目撃者公演にさやが見に来てたんですよ、小田さん卒業発表するからっていうので多分見に来てたんですけど、その後ね LINE くれて、そう本当によかったよって LINE くれて嬉しかったです。そう痩せたねってめっちゃ言われるんですよ最近、ありがたいことに。何もしてないんですけど、マジで何もしてないんですけど、多分その勝手に胃の作りが変わったのが原因だと思います。なんだこれは、なんか今アラブとコラボ中なのかな。だって背景もなんかアラビアンな感じ、アラジンみたいになって、中さんこれなんだろう、ペンギン、ありがとうございます。ペンギンアラジンみたいなやつありがとうございます。ポアロンさん、あ、魔法のランプありがとうございます。こんばんは。ひじりってさ、今週の土曜日って私さ1回公演ですよね、あれ1回公演だよね、私今週の土曜日、やっぱしなんか2回公演と勘違いしてた。目撃者公演って朝ですかね、今週の土曜日。今週の土曜日の私の公演予定は目撃者公演のみで、朝昼公演かな、昼なんかわかんない最近、自分が何に出るって何に出ないのかちょっとわからない。こんばんは。28目撃者当たったって、28、あ、そう目撃者がまだめっちゃあるのよ、土曜日もあって24もあって28もある、めっちゃあるんですよね。ちょっとみんな来てください、本当に。そう平日だとかだったら、まあ、来にくいのも分かるししょうがないんですけど、ちょっとたくさん来てくれたら嬉しいなと思いますよね。そうこの前も2日連チャンだったんで、そう結構うんって感じだったんですけど、ちょっと来てくれたら嬉しいです。コナンはどうだった、だってコナンカフェかな、クリナと行きました。コナンカフェめっちゃ楽しかった。ランダムのグッズで1個も、ひじり推しがカズハちゃんなんで、今回のコナンカフェでカズハちゃんノータッチなのっていうか出番じゃなかったんですけど、でもランダムのアクスタとかをクリナと一緒に買って開封とかしたんですけど、あと予約したらもらえるやつとかランダムでいろいろあったからいっぱい開封したんですけど、アイちゃんかベルモットかキールあたりがそう欲しかったんですけど一個も出なかった。でも、まあ、何が出ても嬉しいんですけど、そうだから今コルンのアクスタを部屋に飾ってます。そうコルンとかあんまグッズになんないからちょっと珍しい。こんばんは。ゆずるがここ店出た時もおばみやツイッターで一瞬出ると嬉しいって言ってた先輩たくさん、嬉しい。そうでも K4 めっちゃね、 K4 の方が似合ってるよってめっちゃ言われるんですけど、ひじりチームメイツだしチームメイツ大好きなんですけど、ここ店出てから K4 の方がマジで似合ってるってめっちゃ言われるんですよ。そうめっちゃ言われます。そう
まあ元警報だったからってのもあるのかな。でも警報が本当にやってるってめっちゃ言われますね。 H なんだけどね。ファングフェスのジャンプすごい目立ってた。マジ？目立ってました。よかった。やばく、でもファングフェスの時体力使いすぎて、あ、これ前もショールームで言ったけど、確かあのアンコールのために一瞬はけて衣装の上の服を T シャツに着替えたんですよ、袖で。それでアンコールでバーって走って出て行ったら、もうアンコールの時に筋肉痛来てたんですよ。その着替えとか多分2分くらいしか着替えてないんですけど、はけて2分くらい、2、3分で着替えて出たんですけど、その2、3分立ち止まっただけでもう筋肉痛来てて、太ももがガクガクブルブルになりながら早送りカレンダーを撮った。めっちゃびっくりした。あの時タレゾウさんハートありがとうございます。劇場公演でひじりいいなって思ってオンライン撮りましたって、嬉しい、ありがとうございます。オンラインまだあったっけ。こんばんは。ディズニーコラボだって。あー、この後ろのアラジン。そうひじり、そうなんです。そうひじり痩せたって聞かれるのは、ウエストが、そう私ウエストしか痩せないんですよ。ひじりは足が痩せたいんですけど、なんか骨格的にウエストしか痩せない。ウエストしかっていうか足も痩せる方法はたくさんあるんですだろうけど、なんかまずウエストから痩せるし、足から太るし、ウエストから痩せるんですよ。だからもうウエスト痩せたってさ、普段私生活でさ、ウエストよりさミニスカートとか履いて足出すことの方が多いじゃないですか、ファッションって。わからん、いろんなファッションあるけど、ひじりはそう思うんですけど、だからひじりは本当はウエスト細いよりか足が細くなりたかった。でもこれはもう生まれ持った骨格なので、まあしょうがないんですけど。あ、土曜日昼公演か。あれ？夜ってひじりパズドラ出ますか？あ、出ないよね。土曜日目撃者で。パジャドラは私は27日だよね。そう、今私何回ぐらい公演回数出て、でも200回いつだったっけ、結構最近だったよね。200回公演結構最近だったよね。いつだったっけ、え、いつだったっけ、200回公演。いつかのパジドラだったんですよ。今年だよね、あれ。で、200回で確か。でも200、なんか最近は公演めっちゃ出てるけど、200回達成したのは結構遅めなんですよね、私。アンダーデビューも遅かったし、七色公演、チームブルーの時もほぼ公演なかったんで。そう、200回達成するのは遅かったんですけど。でもここでももう出てるので、そういう感じで回数たくさん出れればいいな。公演ね、でも公演がすごく多いので髪型に悩みます。でも最近いろんな髪型してるでしょ、私。わかんないけど、なんか最近もうこう座ってメイクさんに、あ、なんかお任せでみたいなことめっちゃ多い。そう、結構公演があると自分で、あれをすると、自分で髪型を決めるといつも結局同じ部屋になってしまうから、最近はお任せにしたり、昨日はゆえるさんが誘ってくれて一緒にリンゴをしました。こんばんは。28行きます。20、24、28行きます。みんなありがとう。目撃者来てください。あ、パズドラもね、パズドラも来てよ。ココテンもですよ。あ、まあココテンは私はそんな出ないけど。
目撃者に来てほしいね。パズドラもパズドラも全部全部来て、全部っていうか目撃者、アキさんがさストーリーでさその目撃者のいいところみたいなの募集してくれてたじゃないですか。質問箱でストーリーの質問箱、そう、それ読んでたらなんかもう目撃者いいなと思って、もっと見に来てほしいんですけどね、たくさんの人に。どうやったらちょっと見に来てくれる人が増えるのか、私はちょっとあまりわからないんですけど、金曜福岡出張リモートおしゃべり会の週ってこと。金曜、リモートおしゃべり会ってまだあるんかな。ひじりコメント読むのめっちゃラグいよね。そう、何度も狙い一番似合ってるってめっちゃ言われます。でもひじり何度も狙い本当にやりたかったから嬉しい。マジで何度も狙い大好き、楽しい本当に。何度も狙いはマジで楽しいですね。一番楽しいユニット界で一番楽しい。一番楽しいけど一回振り間違えたらなんかわけわからんことになります。あ、そう、葵さんの生誕祭出れるんですよ。ね、葵さんの生誕出れるんですよ。最後の生誕祭に出れる。公演200回は4月19だって。意外と最近だった、めっちゃ最近だったわ。4月19が200回ってことは今210回くらいかな。あ、もう6月になるやん。ひじり誕生日やん来月。まだ1ヶ月以上あるけど誕生日まで。6月生まれと言っても6月の本当に最後の方だからやば。でも誕生日が来てしまって私は19歳になります。ありえないです、本当にありえない。19歳に見えなくてなんかやだ。ひじり高校生に見えるよね結構、見た目やなんだよね。なんか高校生っぽいよね見た目が。なんだ、どうしたらこれは抜けるんだ、この高校生感みたいなやつ。もう高校生じゃないんだよね。横浜お話し会完売。本当ですか。完売ってどうやって見れるの、完売してるみたいなやつって。本当にこれは本当にってちょっと疑って申し訳ない。完売ってどうやって見れるの、ちょっとわからないんだけど。本当ですか。これはでも照明とかないよね、完売の。ありがとうございます皆さん。横浜のどっちの部だろう。ありがとうございます、嬉しい。分かんない、本当なのか。本当だよね。でも完売って照明みたいなのないよね。みんな来てください、お話し会。もう受付終わったけど、ありがとうございます。来てくれる方、お洋服を何にし、あ、危な。いじり横浜のお話し会で生誕ティーを着ようと思ってます。どっちに着ようかな。これ言うのツイートしようと思ってすっかり忘れてた。だって6月の10、11があるんですけど、生誕ティー着たくて、6月生まれなんで。
どっちがいいかな。11かな。11に生誕って行きます。ちょっとメモっとこう。11に生誕って生きてやりますね。だから11来る方ぜひ持ってたら生誕って生きてきてください。紫の今年のやつ。こんばんは。そう、公園の髪型はマジで迷います。最近はストレートに、ひじり今までストレート似合わないってずっと言ってたんですけど、なんか髪染めてからストレートいけるなと思って、多分黒髪でのストレートが似合わなかったんですけど、髪染めてからなんかストレートを結構するようになって、今までだから昇格してからヘアアレンジするとき大体絶対もう巻いてたんですよ。ベースっていうか、何を、なんか例えばなんだろう、ここになんか編み込んだりするときも大体巻いてやってたんですけど、最近はストレートにハマってます。パズドラ見に行きたいだって。いや来てください、パズドラ来てください。ヤシボウさん、だるまありがとうございます。ヒジの生誕目撃者。ちょっとね、ユニットね、まだヒジリ多分まだなんですけど、全然7月とかだと思うんだけどさ、わかんない、何も知らないんですけど、まだ予定、だいたいヒジリいつも生誕祭は7月なんで、6月が27が誕生日なんで、だいたい次の月に持ち越しなんですけど、ヒジリのアクセルが見たいだって。いやー、アクセルはちょっとねえ、すごそう、大変そうですね。だいぶ一番好きなのは星の向こう側が一番好きです、ユニットは。こんばんは。7月1にオンラインあるよだって。そうなのか、ちょっとスケジュールに入れとく。7月1にオンライン、オンライン、目が乾いてきた。こんばんは。今数えたら目撃者9回見てただって。おお、すごい、たくさんありがとうございます。目撃者ってさ、今何回やったんだろうね。2月からやって、でも先月かな、少なかったよね。昨日まで214回。おお、公演回数214回。やばい、あくび、眠い。日曜日の部は完売。どっちの部かな。ありがとうございます、本当に嬉しい。生誕っていきます。生誕ティーまだ届いてないのか、みんな。そう、ヒジラはもうサンプルみたいな、サンプルっていうか商品もらったんですけど、博多誕生会の時にもらいました。あのこの前司会やった。こんばんは。っていうか最近卒業発表多くない？小田さんも結構寂しい。寂しいです、マジで。本当に嫌だ。小田さんのマイナスイオンがなくなってしまったら、マイナスイオンがどうしたらいいんだろう。小田さんはね、すぐにね、いつも声をかけてくれるので、ひじり結構端っこにいがちなんですけど、いつも
楽屋の端っこが好きなんで、そう、隅っこ暮らしバリに端っこが本当に好きで、いつも端の方にいるんですけど、いつも小田さんがそうめっちゃ話しかけてくださるから、そう、たくさんね、楽屋で隣になること結構あったんで、いっぱい話してたし、寂しい。ひじりのお家でタコパする約束もしてて、まだできてないので、今ちょっとバタバタしててできてないので、落ち着いたらちょっと小田さん卒業する前にね、タコパしたいよ絶対。ピナもね発表してしまい、もうピナー寂しい。しかもピナは意外とすぐなんですよね。6月だっけ、7月だ7月ですね、7月で、そうすぐだから寂しいです。目撃者14回やってるだって。意外とやってますね、2月から始まって。あ、意外となのか少ないのか分からんけど、そう、市松連の時いつもドキドキする、わかる。市松連の時本当にいつも隣の人の腕がっしり掴んでます、本当に。でさ、パジドラで油断してたらさ、なんかチーム公演の時は絶対いつもドキドキしてるんですけど、一末れパジャドラでさ、あんまやるする方いないじゃないですか。だから油断してたらさやかがちょっとマジかと思ったけど、あの時、そう、パジャドラは油断しがちだったんで、ちょっとなかさん、クマありがとうございます。ありがクマありがとうございます。ストラトスさん、魔法のランプありがとうございます。久しぶりにアラジンみたいな。やっぱひじり見た目は高校生だ、やだ、脱高校生したい。なんだろう、服、髪型、メイク、なんでだろう。前髪は切りました、この前、昨日一昨日かな、昨日かな一昨日わかんないけど、この前の目撃者の前にメイクさんに切ってもらいました。ちょっと結構伸びてたから、切ってもらって、でもいじる髪の毛をね、暗くしたんです、この前、髪の色を。でも髪の色を暗くしたんですけど、なんかひじりの髪質、どうやら色落ちが早いタイプの髪質らしくて、もうこんなに落ちちゃってね、こんな予定じゃなかった。でもこの色も可愛いんですけど、まだもうちょっと暗い予定だったんですよ、今日まで、明日まで。そしたら意外と落ちちゃって、あばばばばばばみたいな感じなんですけど、まあいっかみたいな。そう、でもいずれちゃんと色落ち防止っていうか、色落ちしにくいシャンプー使って、お湯だと色落ちしやすいから、結構ぬるま湯で頭洗って、ちょっと冷水は寒いんで、でドライヤーも一番熱いのじゃなくて、一個なんかぬるま湯みたいなドライヤーで乾かしてて、結構頑張って気を使ってきたつもりだったのに、もう色落ちしてしまったっていう。もう次は、今暗くしたんですけど撮影があるから。でも
夏はもうちょい明るくしたい気持ち、ブレーチはしないですけど、なんか明るくしてみたいなって感じ。そう、いろんなやりたい色いっぱいあります。たくさんいろんな色やりたい。本当にボソボソだね私。あと最近どうしても欲しいマスカラがあるんですけど、なんか大人気すぎて、どの店舗に、どの店舗のメイク屋さん、コスメ屋さん行っても絶対売り切れてて、もう未だに買えてない、そのマスカラ。なんか韓国の方のやつなんですけど、めっちゃね大人気、本当に買えないんですよ。いつになったら買えるの。本当に今日も2店舗くらい見たんですけど売ってなくて、それ売り切れてて本当にショックだった。ショックっていうか、また今日も売ってないのかと思って悲しかった。今日はですね、アイリと、アイリと映画東京リベンジャーズを見てきて、血のハロウィン編、前編かな、運命編見てきて、血のハロウィンの途中までなのよ。なんか途中、前編でまた後編が出るんですよ、来月30日くらいに。だからそう、めっちゃいいところで終わるんですよね。だからもう早く続き見たくてしょうがない。いやもうバジーみたいな感じなんですけど、早く続き見たいな。展開は知ってるけどさ、なんか多分映画オリジナルのシーンとかめっちゃあって面白かったし、だから早く続きが見たい。マジで続き見たい。もうでも胸が苦しくなるよね、なんか血のハロウィン本当に悲しい。で映画を見て、映画見て何した、ご飯食べてお洋服見たりしてって感じでした今日。で愛理と過ごしてた。久しぶりに愛理と出かけました。なんかそう、会ったりご飯、なんか二人でご飯行ったのが久しぶりでした。ご飯二人で遊んだのが久しぶりでした、ね、そう、何人かぐるみでは結構あるんですけど、そう、二人は久しぶりでした。私は明日も楽しみな予定があるので、撮影の後明日も頑張ります。明日もっていうか毎日頑張っていこう。と思います。やばい、あくび。おお。眠そう。最近は私何してるかな。でも最近本当にね、意外とバタバタバタっとしてて、何もしてないことはないけど、なんかな、何かしてるかな、ひじり最近。結構真面目に生きてますよ最近、毎日頑張ってると思う。あ、見て、これ見てほしい。めっちゃ可愛いポーチをこの前買いました。しかも 40% オフだったから買っちゃった。可愛くないこのポーチ。ひじり、ディズニープリンセスでベルが一番好きで、一番好きなのはベルなんですけど、これはオーロラ姫ですね。で、オーロラ姫は2番目に好きなんですよ。で、この前雑貨屋さんみたいなの見てたら、このポーチが置いてあって、で、オーロラだったの2番目に好きな。だからベルバージョンあるかなと思って探したんですけど、なくて。でも可愛すぎて買っちゃいました。可愛い。なんかこの感じがめっちゃ可愛くてね、すごかった。
いつもだったら欲しいもの見つけたら結構悩むんですけど、めっちゃ可愛いと思ったのと 40% オフっていうのでもうすぐ買ってしまった。可愛いっていう、ちょっとバンされそうなんでもう映さないでおきます。可愛い。そう、ポーチなんかね、ちょっと結構デカサイズのポーチなんですけど可愛いですね。あとは最近なんか買ったかな、なんか欲しかった化粧道具がハイライトが、なんかディオールのハイライトを憧れだったので欲しいなと思ったら、なんか多分いつの間にか値上がりしてて買うのをやめました。悲しい。知らん間に値上がり、なんか前昔調べた時より高くなってて、あ、やめようってなった。もうちょっと大人になってから買います。あと最近何かお買い物したかな。ポーチがまあ一番嬉しかった買い物かな。40% オフ。あ、昨日ブルーロックの最新刊が、予約してたものがお家に届きました。なんだっけ、24巻だっけ。あ、24巻です。あとね、ひじり、あ、まあいや、なんでもない、これはただのオタクの話なんで、多分勝手にひじりが一人で熱弁しちゃう系だからいいや。そんな感じですね。なんか買ったっけ最近。なんか買いましたかな。まあでもそんな感じの日々ですかね。そう、あとは何やってるかな最近。なんかそんな話せるようなことないんですよね。話せるようなことっていうか、話せるような話、話せるような日常は別に送ってないですけど、新しい今可愛いリュックサックを探してます。あ、でも最近結構危ないから避難バッグを作りました。そう、避難バッグを今までお家に置いてなかったんですけど、作ってめっちゃ、まだ結構いろいろ補充中なんですけど、あ、みんなこれを持っていた方がいいですよ絶対。最近多いじゃないですか結構そういうの、結構危ない、あの地震とか。これみんな笛買って、笛買ってください。これ100均の笛なんですけど、笛はなんか笛を持ってるだけで生存率っていうか、その見つけてもらう率が高くなるらしいです。だからなんかそういう災害時にこうわーってなっちゃってたら、笛、声が出せない場合に笛を吹くと、その隊員の方がもしかしたら笛に気づいて見つけてくれるかもっていうので、みんな絶対笛持ってた方がいい。ひじりは自分のポーチにも入れてるし、あの常に毎日持ち歩いてるポーチと、あと避難バッグにも入れてます。そう、避難バッグを作ったの、まだいろいろ補充しながらなんですけど、いろいろ入れました。カロリーメイトとか、お水、お茶、北海道、靴下とか買えるの、あといろいろ入れたんですよ。塩とか蜂蜜の飴玉とか、何入れたっけ、ちょっと見ないと思い出せないんですけど、ほんといろいろ詰め込んでて、何入れたっけ、まあいろいろ入れて、まあ笛とか、あ、袋とか、まあ、いろいろ入れたんですよ。まだいろいろ補充中なんですけど、ちょくちょくちゃんとやってる。そう、みんな笛買って、明日100均で買ってください。おすすめっていうか、そう、 100円で買えるから。
ブルーロックってサンリオとコラボしてる？だって。あ、知ってたよ。今もしてんのかな。広島パルコにポップアップショップで来てた。だって。あ、期間限定で前福岡にありましたよ。こんばんは。そう、笛で。あと何入れたっけ。ひじり、いろいろ入れてたんですけどね。あと本当はなんか胃薬とか入れてた方がいいらしいですね。まだ買ってない。胃薬とか頭痛薬とか、あとマスクも入れた。本当何入れたっけ。でも本当はもっと防寒具とか入れた方がいいと思うんですけど、なんかあまり重すぎたらなんかね、持っていくの大変そうだなとか思っちゃうんですよね、私の考えね。そう、でも必要なものたくさんあるじゃないですか。そうだから難しいけど、めっちゃネットで調べてます。そう、笛は最近常備してる。大事だと思う。っていう話でした。まあ、私が言わなくてもみんなも知ってますよね。有名、有名っていうかみんな作ってるよね、避難バッグとかさ。最近ということで、もうちょいしたらランキングを読もうと思います。明日は顔がむくまないようにね。明日顔むくみたくないのに、今日さ、ポップコーン食べちゃったんですよ。だからめっちゃマッサージして寝て、明日もマッサージをたくさんします。ポップコーンって結構塩分すごそうじゃない。すごそうっていうか多分すごいよね。なのでちょっとマッサージして寝ようと、お風呂入ってマッサージして寝ようと思います。明日は楽しみなこともあるので、楽しみ、そう、撮影の後は楽しみなことがありますので楽しもうと思います。ではではでは、ありがとうございました。ランキング見ます。ちょっと久しぶりのショールーム、ランキング見ます。13位 ANDRE JULIANTO さん、ありがとうございます。12位ストラトスさん、ありがとうございます。11位ユウシュンだっけ、ユウトシさん、ありがとうございます。10位、ケンイシさん、ありがとうございます。9位、トシタンさん、ありがとうございます。8位、プリントーさん、ありがとうございます。7位、ボアロンさん、ありがとうございます。6位、ヨシボウさん、ありがとうございます。5位、タレゾウさん、ありがとうございます。4位、ヨイチロさん、ありがとうございます。3位、ただの魚さん、ありがとうございます。2位、ヤスさん、ありがとうございます。1位、中さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ではちょっと眠くなってきました。お風呂入ったら目が覚めるやつですね、これ。じゃあ、ありがとうございました。では、また明日。あ、また明日？また明日は何もないけど。まあ、またやります、ショールーム。いつかやります。じゃあ、ありがとうございました。またねー。土曜日の公演、来てください。じゃあ、バイバーイ。おやすみなさーい。バイバーイ。